状況も相手の目的もわからない。罠である可能性も高いわ。問題ないと言った。指導が危険ならばここは迅速に行動するべき。そうですわね。わからないことを考えても仕方がないですし、皆さん指導さんを助けたいのでしょう。うむ、ゲームの中に入って悪い奴をやっつけて指導を助けるのだ。そうね、あなたたちの言う通りよ。ねえねえ、準備して。ポットの用意はできている。指定されたものの内部には問題ないだろう。だが現実と同じに見えても中は電脳世界だ。こちらで設計した時点では恋愛ゲームのための世界だが、相手が管理権を握っている以上どんなことでもあり得る。分かってる。まずは相手の目的、正体を探るわ。その後は、ま、出たとこ勝負ね。いいじゃない。ギャルゲーだったらこっちだって散々やってきてるのよ。さあ、私たちのデートを始めましょう。対象のアクセスを確認しました。その子は危険だわ。このゲームには異常が起きてる。その原因はその子よ。で、私たちはそいつに呼び出されてきたわけ。シド、ゲームから助けに来たぞ。あらあら、開始早々物騒な展開ですわね。シドに危害を加えるならただでは置かない。その子は可愛らしくて無敵ですよ。離れた方がいいと思います。シド、こっちに来て。私の後ろに下がるのは賢明な判断。何を言っているのだ飛び位置折り紙。シドは私が守る。私の後ろに来るのだ。なるほど、彼女が例の人工精霊ですわね。なかなか可愛らしいではありませんの。人工精霊、それは何のことですか？とぼけても無駄だ、偽りの精霊よ。指導を人質に我らを呼び出しておきながら今さら言い逃れなどできん相談だな。人質、代価を目的として拘束することですね。私はそれを否定します。私は一切五日指導を拘束していません。反論。
この仮想世界を支配しているあなたにとって、シドウは人質以外の何者でもありません。私は現状、いつかシドウに対し一切の権限を使用していません。どういうことなの？あなたが私たちを、シドウを、とにかく呼び出したんじゃないの？はい、私は愛を知るため、いつか指導と愛を育むための人材を検索、呼びかけました。そうよ、ここにいる全員ね。メンバーもわざわざそっちから指定があったわ。はい、この世界でいつか指導と愛を育む、その可能性があると設定されていた方々です。この世界での攻略可能キャラクターとして最初から設定されていました。だから呼びかけたのです。いつか指導が愛し、いつか指導を愛することができる人間を。言っておくけど、私はそういうんじゃないわ。あなたが目覚めないとこっちの業務に差し支えるしね。では五日小鳥は五日指導を愛してはいないのですか？それは妹として、その家族として、では五日小鳥に問います。愛とはどのようなものなのでしょうか？そうね、他の方々はどうでしょうか？あなたたちにとっての愛とは何ですか？いつか指導を愛している皆さんは愛が分かりますか？愛とはどういうものなのでしょうか？愛というのはよくわからないが、指導と一緒にいると楽しいのだ。それに美味しいものをいつも食べさせてくれるしな。例えばその人のことを考えるとドキドキしたり、心が温かくなったり。やはー、ヨシノはいつもベッドの中で顔真っ赤にしてシドウ君のこと考えてるもんね。心に温度変化が。それは穏やかな気持ちや多幸感の表現ですね。けれどそれは愛以外でも得られるのではないでしょうか？相手を自分のものにしたいという気持ちではありませんの？体も心も溶け合って一つになって、互いが互いを求めずにはいられなくなる。まあ一理あるかもしれないわね。首輪をつけさせて踏みつけた時に喜ぶ？
何よ、バカじゃないの。では病かぐや、病ゆずる、あなたたちはどうですか。愛か、愛とは運命の開口、別離を許されぬ魂の半身よ。指摘、それはゆずるのことではありませんか。今聞かれているのは指導のことです。指導への愛、我が求める、所有物。あら、私と同じですわね。かぐやさんも指導さんと一つになりたいんですの。残念ですわ。回答、自分よりも相手を優先することです。ダーリンはどんなことがあっても私のファンでいてくれるって、そう言ってくれました。それはずっと私のことを思ってくれているってことですよね。ファン、支持者ということでしょうか。支持や忠誠心を持たれているということですか。それは愛なのでしょうか。言われてみるとなんか違う気もします。相手の要望をすべて受け入れるのが愛。これはこれで偏ったお考えですわね。いやー、みんなバラバラだね。今までの情報から愛を理解するのは難しいと思われます。やはり実際に愛の形成育成をシミュレートする、その方法で愛を確認するしかないようです。皆さんに来てもらったのはその可能性を考慮したためです。この世界には愛を育成するイベントが数多く配置されています。シミュレートするにはそれらを使うのが最適だと思います。まあ、もともとそういう世界だからね。それに付き合わないと指導も私たちもこの世界から返すつもりはないってこと。どういう意味でしょうか。だからあなたが愛について理解するまでここから出られないのかってことよ。質問が理解できません。私の目的はただ一つだけ、愛を知りたいのです。でもあなたの存在はイレギュラーよ。本来いるはずのないキャラクターなの。この状況があなたのせいじゃないなら何だって言うの。私には分かりません。私も全てのシステムを管理できているわけではありません。指導はまたそうやって。でも仕方ないわね。どの道希望はこの子しかない。
うですわね。アルスさんと言いましたか。私たちはどうすればいいのでしょう。この世界で五日指導と愛を形成育成すること、私が望むのはそれだけです。要するにいつもと変わらないってことですよね。ダーリンとの甘々な時間を過ごせるならオールオッケーですよ。仮想世界の時間が加速されていてよかったわ。何日か閉じ込められても外では数時間の経過でしかないはずだし。待つのだ小鳥、何日もご飯が食べられないのか。それは困るぞ。この世界でも食事は可能よ。それで何とかしなさい。料理は指導がするわ。はい、あとはこの世界がそれを後押ししてくれるはずです。やれやれ、しばらくは付き合うしかないようね。まあこの機会に他と差をつけてしまっても構わぬのだろう。皇帝、指導と愛を育める時間は限られています。先手必勝のはずです。あの時点で世界のリスタートを行いました。現在が朝なのは初期設定のスタート時間によるものです。つまりあの時に新しくゲームスタートってことになったみたいね。ゲーム開始1日目ってわけ。でなんであなたがうちにいるわけ。五日指導を観察するためです。なるべく近くで愛の形成育成を確認できます。指導を見張ってるってわけね。ま、わかった。とりあえずアルスの目論見に付き合うって決めたわけだしね。じゃあ指導、とりあえず朝ごはんにしてちょうだい。別にリアルタイムで我が家の冷蔵庫をトレースしているわけじゃないから、その辺の設定はレーネがしたんじゃないかしら。
私は基本的に変更を加えていません。いつか指導と愛を育むキャラクターを新規に用意しただけです。私はブラックシナスの、つまりはこのシミュレーターの責任者だし。いつか小鳥は最初から攻略可能キャラクターとして設定されていました。他の設定は変えていないって言ったわよね。はい、この世界はもともとそういった目的の世界ですから。確かに古今東西のギャルゲーの要素が入ってるしね。もっともあれは NPC だったわけだけど、でもなるほどね、ベースは変わってないってことか。そうね、いただきます。はい、いつか小鳥と同じようにすればいいのでしょうか。こういったことをするのは初めてです。普段通りにするしかないでしょ。学校に行って授業を受ける。そうよ、現状ではこの子の要求に応えるしかない。なら指導はこの世界で普通に過ごすのが一番よ。イベントは向こうからやってくるわ。はこの子の言う通りにこの世界が大きく変化してないなら、普通に過ごしているだけで、それなんてギャルゲという生活が送れるわ。ま、愛を知るには一番の環境だと言えなくもないわね。お黙りなさい。ギャルゲーに真実の愛がないなんて思い込みよ、多分。それに今さら言っても始まらないじゃない。わかりました。試してみます。はあ、不幸中の幸いは、現状この子が私たちに直接的な危害を加える様子がなさそうってことね。指導は女の子に甘いから判断は信用ならないけど、どの道他に脱出方法が見つからない、あるかもわからないって現状では、この子の要求に応えるしかなさそうね。さあ、膨大すぎてイベントの詳細までは把握してないもの。でも普段とあまり変わらないんじゃない？指導の普段の生活がまさにギャルゲーみたいな感じでしょ。
とにかく変なこと考えずに普段通りにしてなさい。嫌でも何かが起こるはずよ。何言ってるのよ、最初からでしょ。指導を観察するのが今の私の役割です。NPC は私に注意を払いません。そのように設定してあります。よーいつか、今日もアホ面してんな。いいや、俺はいつも通りだ。毎日トウカちゃんやトビイチとイチャイチャしているお前が憎いだけの健全な男子高校生だよ。は？ああ、アルスさんか。そりゃ、まあな。おっと、そろそろ予令が鳴るか。行こうぜ、いつか。遅刻すんなよ。NPC は私を認識しても違和感を覚えません。そして存在を意識することもありません。そのように設定されています。殿町ヒロトが私に反応しないのはおかしいのですか。美少女ですか。可愛らしい子犬や赤ん坊のような存在が可愛らしいようですね。私はそれらのように非力に見えるということですか。可愛い、愛される、愛すべき、そんな意味もあるのですね。はい、そうします。急がねば遅刻してしまうよ君。おやおや、そんなこともわからないので。初歩的な推理ですよ、ワトソン君。我々の名字は覚えてるかな。うん、アイマイミーだけで覚えてないかな。ちゃんとフルネーム言えるかな。どうかな。
アメちゃんをあげよう。そして答えはこれで明確だよ、ワトソンくん。一番早くても私の歯だからね。そしていつかくんは、いタマちゃんのデンコはのんびりだからね。いと歯ではその差実に数分。曖昧だ、曖昧だけに。はい。おはようございます、いつかくん。ギリギリですよ。本当は遅刻ですよ。でも走ってきたみたいだから許してあげます。だって走って息が乱れて汗をかいた男子高校生ってドキドキしますから。シド、おはようなのだ。シド、おはよう。ん？いや、それなら大丈夫だぞ。家を出る前に小鳥が説明してくれたからな。普段通りに過ごせばいいと教えてくれたのだ。こちらも問題ない。私は指導の隣にいるためにここに来た。うん、任せるのだ。指導は私が守るからな。うん、ありがとう。感謝の言葉はこうやって使うのですね。私と昼食を共にするべき。八戸神灯火のような騒がしく手間のかかる付属物がいては消化の効率が低下し健康に悪影響を与える。そんなことはないぞ。指導は私と昼毛を一緒にするのは嬉しいのだ。弁当だって美味しくなるのだぞ。根拠が不明。それが正しい情報なら根拠を教えてほしい。ふふん、貴様はバカだな、飛び石折り紙。いいか、よく聞くのだぞ。私が指導とご飯を食べるといつもより美味しいとか。それはあなたの視点であって指導とは無関係。よってそれは根拠に。指導だって同じなのだ。Hehehe
どうだ飛び位置折り紙、シドウもこう言っているぞ。シドウは優しすぎるだけ。私はシドウの精神と肉体の健康を重視している。なんだそれは。日輪は今や頂点にあり。時提案、私たちと一緒に。病も来たか。指導は私と。その結論は早計、八戸神灯火の妄想と言っても過言ではない。五日指導、これは俗に言う取り合いっこでは、五日指導は一人を選択するべきでは。なるほど、ご飯のいつもの風景ですか。指導、これで学校は終わりですか。面白いというのは私には分かりません。ただこれでは足りない。私は愛を知りたいです。昼休みの五日指導を取り合う、あれは実に興味深かったと思いますけれど、五日指導は彼女たちから選択をしませんでした。だから愛は形成されない、私はそう推測します。私にあなたの選択を教えてください。そして見せてくれませんか。いつもの日常と離れた非日常の中でも、五日指導とその相手は同じように惹かれ合うのでしょうか。愛の形を、愛とは何なのかを、選択の先にある非日常で。